最初お互いにこう打っていくとお互いにこう剣の攻め合いになっちゃうんで、そうじゃなくて最初の段階では受け取り決めてやった方が感覚つかみやすいですね。打ってくる方があって、鳥は何もしないで入れるところに入り身とか、打たれないように剣だけ当てて自分が動くとか、でここにテコの原理働くようになりますから、斜めこっちの斜めこっちももう一回斜め、全部こう気持ちというか体重移動の伸びの線を剣で刺してます。相手もそうですね、打ってくるときはこっちですけど、これを少しずらしてこういう形で、2人の一番重い重心が移動することで当たりの感覚ですね、感じ、これを動かしてつなげていくようにします。吸い込みで一挙の形になったり、こう転換入り身投げの形になったり、とにかく線を捉える稽古ですね。で動きながら小手返しの方向、技じゃなくて力をうまく運んでいくための感覚の稽古ですので、動いてください。はい、どうぞ。